皆さんこんにちは。これから子どもの犯罪被害を防ぐためにできることを動画を通して学んでいきましょう。それでは早速お話を聞きに行ってみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。子どもが巻き込まれる犯罪にはどのような特徴がありますか？警察に寄せられた13歳未満の子どもに対する声かけ、付きまといなどの情報件数を分析すると、声かけ、じろじろと見つめたり、大声で叫ぶなどの子どもの不安に感じる行為、子どもの姿をカメラで、撮影する行為が多い傾向にあります。場所別では、道路上は約7割、道路、公園が約2割となっており、時間帯別では午後2時ごろから午後5時ごろまでの下校や子どもが遊びに出かける時間帯に多く発生しており、注意が必要です。年齢別では、一人で行動することが多くなる小学校、中学年頃から被害が増加する傾向にあります。子どもがそのような事案に巻き込まれてしまった場合、どのようなことが起こってしまいますか？声かけ、付きまといなどの事案は最悪の場合、連れ去りや猥褻事件などの事件に発展する恐れがあります。被害に遭わないためには、じろじろ見てくる、急に走り寄ってくる、カメラを向けてくるなどの怪しい動きをする人物がいたら、すぐにはっきり断る、大声で助けを呼ぶ、走って逃げるなどの子供が自分の身を守る行動が取れるように親子で学習していただくことが大切です。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで子供が巻き込まれる犯罪についてお話を聞かせていただきましたが、愛知県警では子どもが連れ去り被害に遭わないための安全対策について分かりやすく寸劇で紹介しているグループがあります。早速お伺いしてみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。防犯活動専門チームのぞみは、愛知県警察本部生活安全部の警察官1名と防犯活動アドバイザー3名の合計4名で防犯活動を行う専門チームです。平成20年から活動を開始し、県内の犯罪をなくすという願いを叶える思いを込めてのぞみと名付けられました。地域で開かれる集会やイベント、学校や幼稚園の授業などで防犯寸劇やクイズなどを取り入れた防犯教室を行っています。それでは早速ご覧ください。知らない人から声をかけられたり連れて行かれそうになった場合、どうしたらよいのでしょう？子どもを連れ去りなどの犯罪被害から守るためには、正しい防犯知識を身につけることが大切です。今から紹介するポイントを保護者の皆様にも理解していただき、子どもに繰り返し教えてあげてください。皆さんは怪しい人ってどんな人だと思いますか？防犯教室などで子どもにこの質問をすると、決まって帽子とマスクとサングラスをつけた人という答えが返ってきます。子どもがイメージする怪しい人はまさにこんな見た目です。しかし実際の事案はどうかというと、一見普通の人によるものがほとんどです。ですから子どもには見た目ではなく、しつこく話しかけてくる、じろじろ見つめてくる、急に走り寄ってくるなどの相手の動きに注意するよう教えてあげてください。ねえねえねえお嬢ちゃん、あっちにかわいい猫がいるよ。見においで。え？こんな風に知らない人から声をかけられたり、体をつかまれそうになったときは、すぐに走って逃げましょう。
を逃げれば不審者の多くは諦めます。逃げる場所は子ども110番の家、空いているお店や人がいそうな家など大人がいる場所へ駆け込んで助けを求めるよう教えてあげてください。逃げることは一番大切なことです。怖いな、おかしいなと感じたときはすぐ逃げる、これを日頃から伝えましょう。ちょっとお嬢ちゃん、お嬢ちゃん、大変、お母さんがね、交通事故に遭って救急車に運ばれたんだよ。一緒に行ってあげるから、おいで。いや、行かない。何言ってんだい。女の子は行かないときっぱり断ることができました。でもそのまま立ち止まるのは危険、すぐに逃げないとダメです。今回のように体をつかまれて逃げられないときは助けてーと大声で助けを呼びましょう。助けてー。大声を出すことで相手が驚いて逃げたり周りの人が気づくなどの効果があります。屋内にいる人には自分が思っているよりも声が届きにくいです。そのため恥ずかしがらず力いっぱいの声を出すように教えてあげてください。口を塞がれて声が出ない、怖くて声が出ない、こんな時は防犯ブザーを鳴らしましょう。防犯ブザーは腕や肩をつかまれても鳴らせるようにすぐに手の届く位置につけましょう。ランドセルならこのように肩のベルトの位置が良いです。定期的な動作確認、電池の確認も忘れないでください。これらを子どもと一緒に確認できるといいでしょう。万が一こんな風に力ずくで連れて行かれそうになったときは全力で暴れて抵抗することが効果的です。子どもには自分を守る手段として抵抗してもいいんだということを教えてあげてください。助けてー。引っ張って連れて行かれそうになりどうしようもないときはこのようにお尻を地面につけて体を後ろに倒すと大人の力でも引っ張りにくくなります。抵抗するときは相手の足のすねを狙って蹴ると効果的です。相手がひるんだり隙ができたらすぐに走って逃げるよう教えてあげてください。助けてただしこれはあくまでもどうしようもなくなった時の手段ということを忘れないでください。危険な状況になる前に走って逃げる、大声で助けを呼んだりして身の安全を守ることが一番大切です。以上のポイントを子どもに分かりやすく繰り返し教えてあげてください。子どもの犯罪被害を防ぐためご家庭での防犯教育をお願いします。ありがとうございました。この機会に皆さんも正しい防犯知識を身につけましょう。家庭では具体的に指導することや家族のルールを親子で考えることが大切です。その他にも愛知県警のホームページや愛知県警公式アプリ愛知ポリスにも様々な防犯学習動画が上がっています。
このように親子で一緒に子ども目線の防犯対策をやったり、防犯グッズの使い方についても理解させることが大切です。その他にも地域の大人としてできることがまだまだあります。学校周辺や危険箇所のパトロール、通学路での見守り、遅くまで遊んでいる子に声をかける、不審者に関する情報を学校や警察に知らせる、子ども110番の設置をしたり、走る子ども110番のプレートを自転車につけるなどが挙げられます。子どもたちが被害に遭わないために、保護者や地域の大人が防犯対策について意識を高め学び続けることが大切ですね。それでは最後に、親子で一緒に取り組める動画をご用意しました。お子さんと一緒にトライしてみてください。ぜひ、親子や家族で話し合う機会を設けてみてください。